ただきます。先ちゃんで先食べます。誰だな、友達かな。美味しそう。いただきます。白玉とプリン。金の神様。金の神様って感じですね。すごい、これすごい。元いいですか皆さん。はい、台湾の暖かいところ繁殖が早いのよ。黒砂糖かき氷。わあ、マンゴーかき氷やばい。マンゴーかき氷。うん。マンゴーかき氷やばいやん。ほらこれ。そう。これ食べる食べる。あ、オーダーここで。じゃあ考えよう。そこに本のメニュー。まあ。私マンボウレンジのかき氷がいい。わかる。でもさ、こっち限定なの。限定だね。マンボウレンジが限定だね。ね。いやマンボウ。あれでもあれがマンボウレンジだよね。あれじゃない。マンボウミルク限定だもん。あれがいい。そう、そっちじゃないの。混合されてる160円。あ、そうじゃない。うん。私これがいい。こっちマンボウ。私もあれがいい。あれみんな被ってみんなマンゴー。タピオカにしようかな。ここでまたのタピオカを消費する。いや、私には無限のタピオカだけど。私はマンゴー練乳行くよ。私マンゴーふわふわかき氷。あれ、お芋。お芋のカラカリのやつなんだったかな。もうなんだろう。なんですかね。
めちゃめちゃ甘い。うん、あのポニーが硬くて最高。うん、なんかデロデロじゃない。あ、そう、変な硬さ、いい、ちょうどいい。あー、うまい。プリン単体で食いたい。やだよ、やだよ、なんでだよ。単体で食いたい。あ、プリンください。他3人は何頼んだんですか？私はふわふわマンゴー、かき氷。一緒。あ、同じ。なんか、私なんかあ、ちょっと来ましたね。多分安っては言っちゃった。いただきます。これマンゴーがさ、マンゴーがめっちゃ安い。あ、すぎる。あ、めっちゃうめえ。反応が早い。あ、めっちゃうまいわ。え、マンゴーってうまいね。マンゴーめっちゃマンゴーですね。うん、オレオ。あ、うまい。オレオ、あ、うまいよ。オレオ、あ、うめえ。暑いからそんな辛くない。うまい。あ、でもそんなめちゃくちゃ甘くないわ。ソースが甘くない。あ、そうです。どっちも一緒だね。だっておかずが違うんだ。味が違うだけで。一緒か？どうだろう、ね、一緒っぽい。一緒っぽい。練乳がかかってるよね。うわー、どうぞ。やば、かき氷とアイドルってやっぱ最強なんだね。取ってください。これ2人1個うめえな。うん、ストレス食べてるダメさんを取り続ける。うん、2人1個うまない。いや、でもこれはペロリですよ。うまいね。このゲロ甘さがいい。マジか。ゲロ甘、白玉とプリンが幸せ。マジか。これは半分だな、これ。いきます。欲張ったわ、自分を過信した。甘っ、甘っ。あ、マンゴー柔らかい。え、うまい。おいしい、うまい。これだ、初。おいしい、おいしい。2回言う。え、いや、でもマンゴー来た。丸いよ、丸いよ。やばない？では、いざ実食。これやっぱマンゴーと一緒に行くべきだよね。いただきます。お、え、マンゴーもめっちゃ溶ける。そうなんですよ。あ、え、程よい甘さじゃん。この練乳、え、練乳、練乳のさ、甘さもさ、しつこくない。あの、いつものあの、ニューって絞るやつと違って、すごい合う。おいしい。おいしい。Thank you.
どうしよう、私だけ何も能力もない。いや、まだまだ深めだ、深めちょっとまだ開花してない、ちょっとこれから開花してくる、じっくりと何があるかな。でもデミア台湾って開花したわけじゃないし、まあまあ、もうその自分で気づいてないだけかもしれない。なんかあってほしい、なんか。でも普通だけど、私はブリと普通に喋れてて嬉しいよ。あ、私も嬉しいです。あんまり緊張しないで喋れるようになった。あ、よかった。よかったと思って。緊張するここまではないと思う。いや、もうすごい、なんか最初、1日目の車の中で、麦がなんかいつもの麦じゃないから、あ、まだなんか多分緊張じゃないけど、様子見みたいな。様子見どう噛んでいいのかなみたいな。あ、見てんだわ、と思って。今日とかも普通になって。サービスやみたいな、ちょっと慣れたな。次は東京です。はい、お店に出てきた。今もう、散々運命を占われたのに関わらず水なの手でまだ大変、ゼロでないやつだよ。朝日に引きに行くんだけど、おみくじが引けないパターンがあって。え、それも含めた。わかりました。どうしよう、私引いて運勢を見るとかじゃなくて、もうそもそも引けない派の人が、お前のおみくじ引いちゃいけないっていうパターン。え、そんなパターン、そんなパターンない。え、マジですか。でも今日金の神いるから大丈夫ですよ。うん、うちには金の神がいる。うん、で、龍山で今ここにいるの。ここからここにバーンと移動します。おお前です。お前や。行きましょう。行きましょう。我々全力食べすぎて、これでなんか、いや、この後行くところで食べたいものがあったんだけど、これ食えるか不安なんだよね。で、なんかいつも言ってるの。そう。そうそう、学んでっていう。食えないのである。そうそう、学んでいこう。はい、そう。我々。そうなんだよね。ちょっとシェアをする。もし仲良くなったら、そうしよう。仲良くご飯食べよう。個人戦が強すぎる。ごちそうさまって何て言うんだろう。